おはようございます。パンクです。早稲田にね、メンチン亭の本店があるんだけど、前回訪れた時にね、お店がやってなかったのね。機嫌が悪い日はお休みなんだって。昨日やっと入ることができたよ。ここにはね、鬼盛りっていう4人前ぐらいのね、大盛りがあるんだけど、今回チャスはね、チャーシュー、油そば、鬼盛りをチャレンジしてきたよ。結構ね、量がね、そう多く見えないんだけど、麺だけで1キロで、特にね、チャーシューがね、もうすごいことになってんのよ。もっさりはもっさり。ちょっと重そうだな。このお店はカウンターだけしかなくて、しかもめちゃくちゃ人気店だから、行列ができるほどのね、賑わいだったのね。だからね、食べてるシーンはね、混んでて撮れなかったんだけど、まあ、頑張って18分で完食しました。いろんなとこで油そば食べてきたんだけど、ここがね、一番美味しかった。だからね、スイスイね、前半は進んでったんだけど、やっぱりね、チャーシューに苦しめられた。ほとんどね、チャーシューにね、時間を持ってかれちゃった。私は若くて輝いてた時間を返してちょうだい。ってね、女性がね、男性にね、言っちゃうほどね、とてもね、時間を取られちゃった。でもこちらの方はね、時間の無駄ではありませんでした。大音量で片言のね、よくわからないね、声がね、近くからね、流れてきたのよ。これなんだってね、駆けつけてみたのね。出たー、またよし、エース。もうね、毎年ぶれないね、イエスは。すごい、本当にある意味すごい。